ラスボスの予感かな、そろそろ。さすがにもう、これ、あ、こいつかっていう記憶がもう残ってない。多分最後だと思うが。うわぁ、上に長いやつ、苦手分野つってんだろう、嫌な予感がします。お？おぉ。これだけだったらいいんだけどな。平和ですね。未だかつてないぐらい。芋虫が出てくるだけのステージ。不気味極まりないんだが。本当にこれだけ？ぽい！ぽい！気をつけろ！こんにちは、シグマさん。さてと、すぐにでも私とお手合わせ願いたいのだが、あいにく私のペットがそれを許してくれなくてね。はい。何しろ裏切り者の始末はすべてこれに任せているのでね。これワンちゃんめちゃくちゃ強かった気がするぞ。はい、というわけでペットのワンちゃんと勝負です。早い！やるね。うわ、むちゃくちゃへばりついてきやがるこいつ。ギエーうわー、これな、敵対じゃなかったらな、普通のワンちゃんとの触れ合いだったら最高なんだけどな。そんなに生優しいもんではなく。でですね、あいつの弱点は私実は知っておりましてね。よく覚えてるよ。イレギュラーハンター X でも苦戦した敵に関しては弱点ももちろん把握しております。なるほど、これあれなんだね。ジャンプするときにダッシュボタンも同時にピョンってやってやると押しっぱなしじゃダメみたいだな。なるほど、わかりました。この超スピードダッシュのやり方をここに来てようやく得得しましたね。よし、ではよう。はい、一人でここまでたどり着くのは実に素晴らしい。はい、その辺はもうさっき言ったんですけど、はい、とっと戦うとケツアゴ。ちょっと待ってな、いって、ふ、ここなら安全だぜ。安全地帯。う、あ、あ、いいえ、そうでもなかった。でもいい感じにダメージは入っているんだけど、ワンちゃん意外としつこかったぜ。ありがとな。来た、見事だ X。 それでこそあのゼロが見込んだ男。では望み通り私が相手をしてやろう。この私に盾ついたこと、あの世で後悔するがよい。チャンバラ、よし、お前はエレクトリックスパークが弱点だ。いってぇ、うわ、早いこれ強えんだよな、意外と。さて、また全部最初からやり直しだよ。手厳しいね。で、ところで気づいたことがある。サブタンクが私溜まってないよね。だけどさ、ローリングシールドのためでさ、多分あの芋虫ぐらいならこれでいけるんじゃないの。ほら、強い、無限に回復するぜ。よく思いついたもんだぜ、我ながら。小賢しいことはよく思いつくぜ。ふっふっふ、これでもう完全に回復。よし、まあ、あの中型とかだったら無理でしょうけど、こんなヘナチョコそうな芋虫に関してなら大丈夫でしょう。まだ全然溜まってねえや。溜めて溜めて。さあ、ワンちゃん勝負といこうか。もうその話は聞き飽きたから。では勝負です。いきなりそのジャンプから入るのやめよう。ふう、もう終わりだ。よし、さっきよりは早い。受けるダメージ的にもそんなに変わらんしな。とにかく打ち込んでいく。さあ、シグマちゃん、はい、あの世で後悔しますから頑張って。ではエレクトリックスパーク準備。ほっ、ああダメか。
すぐ切り返してくるな。強いね。使いましょう。どうせまたあそこでチャージできますしね。なるほど、分かってきたかも。こうやって、おっと、でも少し進歩が見えますね。登ってこい、登ってこいよ。ですれ違いざまに入れていく。もうちょっと高さを調整しましょう。いけそうだ。いて、まだちょっと足りんか、調整が。こういうノリをうまく繰り返していけば、一方的にね、すれ違い際に打っていけそうなんだけど。よし、いい感じだ、いい感じだ。いいね、いいね。これを攻略できたら、よしよし。このダッシュ攻撃が何よりも強そうだからね。よし、これをかもっていけ。ほい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 。まだ早い。でもこの次で終わりだね。ほいっと。オッケー。さあ、倒しましたよ。しかし、顔が。何笑ってんねん、お前。まだある。ワンちゃん。かわいい。ですが、未完成なんだよな、これ確か。こいつも、ローリングシュートが弱点。よく覚えてる。早くね？早くね？ちょ、どうすればいいのこれ。クソ強え。やべえな。なるほど。なるほど、つうか、クソ強え。ちょっとダメージ受けすぎか。ここはノーダメージでいけそうだからな。行かなきゃいけないでしょうね。よし。オッケーオッケー。もう見切った。いけますいけます。おお、意外と降りてくるの早かった。でもいけますね。ほらほら、これがロックマンの上達の嬉しい瞬間なんだよな。よし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 。あばよ。さあ、ここまでは超絶順調なんですが、問題はこの先よね。この先は未知と言っても過言ではない。これ体力回復した方がいいのかな。死んだらやり直しだもんね。さあ、ワンちゃんとの合体。未知との遭遇というやつだね。どうやってあそこに当てるかなんだよ。お？いいっすか？どうも。早いわ、攻撃が。やばい、めっちゃ食らってる。ダメージえぐくね？やべえやべえ、連れてって。嘘！くー、これを避けようと思ったらどこに行けばいいだろうね。手のちょっと下あたりに行けばいいかな。なるほどな、難しいな。まずは、気合だ。行くぜ！まず一発！ふっ！ほらほら！よし！優雅に！ぴょん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 ！ふっふっふー。お前の動きも大体見えてきたな、ほんとに。よし、ノーダメいけんじゃん？ノーダメいけんじゃん？イェーイ。まずはこいつをノーダメで仕留めた。練習の成果というやつだな。もう見切りましたと思う。あれほど俊敏で無理そうだったやつもノーダメで倒せるようになる。それがロックマンの素晴らしいところ。では、こいつもノーダメージでいきたいところだが、ラスボスのあの形態に関してはまだ弱点を全く見切れてないんだよな。いていていて、2回も食らった。何やってんの。あれ？こいつできなくなってね、お前。そのペットいつも許してねえな。お前いつも戦えることを願ってんな。ありがとうない、いつも。願ってくれて、お前の願いのおかげで戦えると言っても過言ではないぜ。よし。おっと、危ない。おっと、いけない。
えな。おっと、うわ、当たった。やってくれる。でもたかが一発やられた程度。よし、オッケー。ダメージがかなり抑えられてきたね。そう、あの壁に向かって撃ってくる炎、あれだけがちょっとイレギュラーなんだよな。はい、ではよろしくお願いします。欲張らなければノーダメでいける人、ただ欲張っちまうんだよな。つまりノーダメでいけねえってことじゃねえか。はい、うい、2発、よし、欲張るなよ。はい、欲張りました。甘いんだよ、まだまだ。よし、さてさて、まあでもパターン化すれば絶対勝てるわけだから。よし、このパターンが一番楽そうだね。ふう、オッケー。自分から当たりに行ってくれるからな。ものにしましたね、パターンを。よし、もう完璧に OK です。はい、もうこれでこいつはノーダメージでいける。よし、問題は最後のあのワンちゃん融合体、手の上に乗るときにもう総攻撃を畳みかけるしかないか。ではまず中央行きますか。怖いもんね。さて、ローリングシールドにしますね。おっと、チャンス到来。ダメか。ちょっと待って、乗せてってよ、乗せてってよ。もうちょっとギリギリ乗ったらあの手の上の電撃に当たらないんじゃないかと思いましてね。まあ一発ずつ行くしかねえか。来た、掴んできたな。怖いよ。おっと、流れ来てるよ。よしよしよし。あー、くそ、これ、おっしゃ、避けた。やるやん、自画自賛していけ。いい感じ、いい感じ。ヘイ、シグマタクシー。おっしゃ、おいおいおい、来てる来てる。あー、惜しい。サブダンがまだ一つ残ってる。いけます、いけるいける。おい、シグマタクシー。おい、もうちょっと畳みかけられたなと思わなくもない。オッケー。あー、外した。いける。あっちゃー、大人げねえと思わねえのか、その攻撃ばっかしてよ。あと一発、助けて。来た、いけた、やった。あやるじゃん。でもなんか最後覚醒してたな。お前ごときにこの私がやられるとは。ああ、なぜだ、なぜお前は私に歯向かった。我らレプリロイドの時代が始まろうというのに。あばよ、皆さん見てる方にも伝わるか、この少しずつ積み上げて突破するこの気持ちよさってやつを。うん、ロックマンはこれからの、そう、人たちにも、
ぜひ遊んでほしいゲームです。リメイクでいっぱい一つのソフトに詰まってるから、ぜひね。戦いは終わった。明日になれば再び平和な朝が訪れることだろう。しかし傷つき倒れ、夜の闇へと消えていった者たちが、その朝を迎えることは決してない。一人立ち尽くす X の姿は、爆発の光に照らされて今にも消えてしまいそうに見えた。なぜ戦わなくてはならないのか、どうしてイレギュラーは発生するんだろう。誰も X にそのことを教えてはくれない。休む間もなく、どこかでイレギュラーたちが発生し、再び彼は戦いの渦へと巻き込まれていくのだろう。優しさを捨てきれぬイレギュラーハンター X、 彼の戦いはどこまで続くのであろうか。彼の苦しみはいつまで続くのであろうか。彼の腕に冷たく光る X バスターの輝きとともに、そしてシグマは何回復活するのであろうか。何回やろうなこのケツアゴ。はい、というわけでこれが後日談という感じですかね。ゼロくん、お前のことは忘れないぞ。はい、というわけでロックマン X 完走した感想なんですが、これ実はね、すべて1日で録画しました。はい、だからぶっ続けでやった割には割とスマートにいけたかなという気はします。でね、久しぶりにロックマン撮って思ったら、やっぱ面白いわ。うん、忘れてた感覚っていうのかな。うん、やっぱ 2D アクションっていうのは、このクリアした瞬間の達成感が素晴らしいものでしてね。ぜひ、そう、スプラトゥーンできる方なら絶対いけるから、マジスプラトゥーンより簡単だから、やってみてください。で、なんかこうね、この手のゲームって、私直前に別のロックマンちょっと見てたんですよ、動画。そしたら、なかなかうまいじゃんっていうコメントと、え、この程度でうまいの？みたいなコメントが喧嘩してたんですけどまあそういうの見てるとね、すごいハイレベルなゲームに見えるかもしんないけど、まあそんなの気にしないでね。そう、ロックマン、確かね、01、ロックマン0、アドバンスのね、あれ確かね、アステファルコンが強すぎてやばかったらしいんですよ。実際強かったわ。なんですけど、その、言っちゃなんですが、たかがゲームです。負けてもいいじゃない。そいつに勝つことをちょっと目標にしてね、少しずつ積み上げていく時間っていうのが、こう、恥ずかしいとか悔しいとかで全て失われていくのはもったいない気がするんですよ。まあ、その気持ちはわからんでもない。ただこのゲームはね、対人じゃない。一人で遊ぶゲームですから。ぜひこう、ね。あ、この攻撃はこうやって避けるんだ、みたいな、そういう高揚感をぜひ味わってほしいと。そうとしか言えないんですが、はい。で、一度ハマったらね、どんどんやりたくなりますよ。はい。そして思うの、続編出せって。なのでぜひ、皆さんも、ロックマンの世界へ。ロックマン X。ありがとうございました。